JR 長崎駅では旅行カバンやお土産袋を持った人たちがそれぞれの思い出とともに新幹線へ向かう姿が見られました。5泊です。釣りとかが楽しかったです。また今度行きたいです。もともと私が地元が長崎なんですけど、もう実家がないので子供たちをその精霊流しにこう体験させたくって、はい、来ました。たくさんの爆竹投げてて、すごい音とかも大きかったし、とても楽しかったです。大分はでもそんなに派手な文化はないです。充実して最高でした。はい、亡くなった人がいてそこにお参りに行って、で初盆の精霊船の見送りをして、で今日帰ります。久しぶりに長崎帰ってきたからね。毎年でも来たいんだけどね、まあそうもいかんからな。関東地方に接近する台風7号の影響を受けて予定を変更した東京からの観光客の姿も。そうで、ちょうど帰れなくて、で遠泊でハウステンボスに今日これから2泊します。飛行機が明日も取れなくて日曜日やっと取れました。海で泳いだのが楽しかった。透明だった。JR 九州によりますと、午後4時半時点で西九州新幹線かもめの上り自由席の乗車率は最大で 150%、 特急リレーかもめは 120% となっています。 U ターンラッシュはあさってまで続く見込みで、 JR 九州によりますと西九州新幹線かもめは通常ダイヤで運行し、武雄温泉から博多へ向かうリレーかもめや佐世保から博多へ向かう緑などは増便して運行しています。一方、空の便は台風7号の影響で長崎から東京、羽田に向かう便は朝の2便を除き欠航となりました。明日は全日空の羽田から長崎に向かう便が始発から2便欠航を決めています。一方、日本航空は始発から通常運航を予定しているということです。